はい、たわごとのお時間です。今日は室内でね、リリがあのサンタさんのリリサンタになって、またヒーリングさんのショールームからお届けしております。この前ね、お話ししてきて、まあ大変いろんなご質問ねとかね、いろんなものがあって、それにちょっとお答えしようということで、たわごとを取っています。知識や言葉は愛へ本質である一体性やアカーシャ神話への参入ができないということについてお話しください。愛は言葉じゃないってこうね、愛は知識じゃない、もう本当におっしゃる通りのことですね。そのことを、知識がね悪いとか学問が悪いとかってことじゃないんですけども、知識とか言葉っていうのは分離でできてるんですよ。ですからね、涙や愛しさや愛や本質とね違うんですね。だからニューエイジの方も宗教の方々もですね、皆さん同じだと思うんですけども、精神世界の方々もそこに頭脳を持ち込んでいく知識とかね、まあ要は観念ですね。観念っていうのは思考ですね。で、思考の性質上、構造上便利なんだけれども、アナログとデジタルの違いのように、参入できないんですよ、一体に。で、そのことを人類が真に理解しないと、至福の脳内物質っていうのかな、そういうのはいくらいろんなことを知ってても 出ません。逆に言うと、まあ性的なこともそうですよね。実際性的なものとか食欲とかも、もう自然と人間は何もならなくてもするんですね。で、素晴らしさや快感を得るわけです。ものすごいね、性的なことを学問で勉強して、したことないっていうのと同じことなんですよね。それだけじゃなくて、あまりにも知識っていうか分離が増えると、知識って分離ですから、分離、名称付けが構造体なんで、名称付けで考えながら性的ものに参入すると、液体が出ないとか、修復が出ないんですね。だから、僕もよく言うんですけど、ニューエイジとか精神世界の人たち、仲間たちとかにも言うんですけど、ギリギリまではもう思考はいいよと。でもそれに参入したいと思うときは脱がなきゃいけない。プールに行くときは洋服着ててもいいし、おしゃれしててもいいけど、水に入るときは脱がなきゃいけない。じゃないとそれは起こらない。快感や快楽、至福は起きない。だからドラッグが必要になる。そういうことにならないように、言葉っていうもの、知識というもの、名称付けが構造体なので、一体のものをね、バラバラに名付けて思考というのはできてきますので、そもそも考えながらではダメなんです。瞑想もね、自我がない顕在意識のもとで参入するのが夢の中においても、まあ瞑想の中にも、アカーシャの中、まあ神話の中にも参入するという時は脱がなきゃいけません。言葉を脱ぐ、知識を脱ぐね。音楽もね、楽天っていうのがありますけど、楽天を持って音楽に参入できません。楽天は捨ててその中に入るんです。ね。
愛の中へ、本質へ、一体の中へ、自分が自分を捨て、誰かを捨て、性別も捨て、すべてを捨て、いつもいつかどこか誰かすべて捨てて脱いで参入します。五感も脱いで参入しますね。だからさまざまなカバラ的数値的いろんなものが古代からありましたけど、皆さんね苦しんで大変なことになります。最終的に要は機能的なことは便利だし大切ですが、愛へ参入する、本質へ参入する、涙するときは言葉を失います。知識を失うことは素晴らしい、言葉を失うね、分離を失う、自我を失うことは最高の栄誉です。まあそのことを今日お伝えするために、美しい映画、美しい小説、または美しい、アニメーションもそうでしょう。美しい音楽、美しい詩、言葉を失うように言葉を失った自分で書く、言葉を失った自分から作る、愛へ帰った自分、誰、自分がいなくなった自分、万物の一部となった自分がそれを生み出す、それが大事なことですね。ねえディディ、そうでしょ。そう、そうな人、うん、そうだ。危ないね、これ今手やるとね、怒っちゃうよ。というね、ことをね、私たち精神世界とかね、ニューエイジとか呼ばれる新たなね文明の架け橋を持つ人は、思考を超える、理論を超えるね、数字を超える、ある意味自我を失う、言葉を失うね、黙ってしまう、分からなくなってしまう、知らないことすら知らない、分からない、永遠に分からない、とてつもないね、分かろうとしないね、思考を失う、自我を失う、故に愛を得る、故に真の人生を得る、真の豊かさ、真の美しさを得る、そのことが大切だと思います。それじゃあまたお会いしましょう。リリーはね、そこにいますけど、今。リリー、バイバイするよ。おいで。来ないかな。はい。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は、あ、来た。リリーが来た。リリー、ああ、行っちゃったよ。ちょっとこれ D の毛布をね、膝掛けにしてます。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら。言葉を失ってね、負ける練習、恥かく練習、バカにされる練習、自分がいなくなる練習、分かんなくなっちゃう、誰でもね、機能的なことをしてないときは、それで万物に帰ってください。一体の中に、そんな自分で瞑想の中に参入しましょう。それじゃあまた。あ、そうだ、忘れた。後ろにアニメのキャラクターね。はい。今日はね、アニメのキャラクターを見ていただくという企画だったのを、てっきり忘れてしまいました。はい。これね、自分も一生懸命ね、この映像を作っていったんですね。映像というか、このキャラクターをね。まあ自分が見てね、本当に言葉を失えるかっていうことですね。まあ文章もそうだし、音楽もそうだし、
アニメもそうです。まあ映画を作るなら映画もそうでしょう。実写もね。言葉を失うものを作らなかったら意味がないです。知識、勉強はね、大学や学校でやってください。ね。言葉を失うものをマースは生み出したいと願っております。そしてね、一人一人がね、見つめ合って、本当に愛のある人たち、言葉を失うような人たち、そういうようなものをね、描きたいと願ってます。それじゃあ、また会いましょう。さようなら。